中核自衛隊は1951年に日本共産党がいわゆる50年問題で中央委員会の機能が停止していた時期に臨時中央指導部なる所管派の影響下で特に第5回全国協議会における51年綱領、によって明記された日本共産党の武装革命を実現するための軍事組織の名称。軍事組織は Y 組織または Y と称された。 朝鮮戦争中の1951年、中国共産党の指導により、日本共産党は第5回全国協議会で武装闘争方針を決定した。1950年1月6日、コミンホルムの帰還し、高級平和と人民民主主義のために、2、日本の情勢についてが発表され、野坂33の平和革命論が批判された。野坂十三は、 この批判を受け入れ修正する一方、日本共産党の軍事方針、武装闘争路線を進めるようになった。また、同年1月12日に、日本共産党は、日本の情勢についてに関する所管を発表する。1950年5月30日の人民広場事件で、共産党デモ隊と占領軍が衝突すると、6月6日に、 日本共産党幹部が公職追放となり、同年7月には9人の日本共産党幹部について、団体統規政令に基づく政府の出頭命令を拒否したとして、団体統規政令違反容疑で逮捕状が出た。徳田九一らは、所管派と称して、地下活動を開始し、同1950年10月、所管派指導部発行の平和と独立、 内外評論誌で共産主義者と愛国者の新しい任務力には力を持って戦えを発表。国会は帝国主義の独裁を民主主義の偽装によって人民の目をごまかすための金のかかった道具に過ぎない決死的な人民武装勢力の闘争なしには人民政府は樹立されないとして武装闘争、暴力革命を訴えた。当時、 朝鮮戦争中であった中国共産党の劉は、正規は日本革命は武装革命である。武装闘争を準備せよと指揮した。日本共産党は中核自衛隊、山村工作隊といった非合法武装組織を組織、火炎瓶の作成パンフレットを作成した。1951年2月23日の第4回全国協議会で、 軍事方針が提起され、敵の軍事基地の拠点の麻痺、粉砕、軍事基地、軍事生産、輸送における、多種多様な抵抗闘争、意識的な中核自衛隊の結集、自衛闘争の中から作り出される、遊撃隊、警察予備隊に対する工作、警察に対する工作などが発表され、地下軍事組織は Y と呼ばれた。1951年2月狩りのパンフレット、 旧婚栽培法第31号に、我々は武装の準備と行動を開始しなければならない、が掲載。1951年8月、ヨシフ・スターリンとコミンフォルムは2月の4全教の、文派主義者に関する決議を支持、宮本賢治らを批判した。モスクワ郊外のスターリン別荘等でのクンチェボ、会議において、徳田九一、野坂三十三、西沢雄二、袴田里美、 ゲオルギー・マレンコフ、ビャチェスラフ・モロトフ、ラブレンチ・イベリア、中国共産党の王歌唱らは日本における武装革命方針を作成し、これが午前協において51年綱領として日本共産党から発表された。1951年10月3日付の旧婚栽培法でもなぜ共産党に軍事組織が必要かが説明された。 1951年10月16から17日にかけて第5回全国協議会が開かれ、51年綱領が無修正で採択され、軍事方針も発表された。武装綱領と呼ばれた、我々は武装の準備と行動を開始しなければならない。では、日本民族の独立を第一義とした民族解放民主革命を理想とし、 軍事組織の最も初歩的なまた基本的なものとして、中核自衛隊が唱えられた。軍事組織の最も初歩的なまた基本的なもの、現在では、中核自衛隊である。中核自衛隊は、工場や農村で国民が武器を取って、自らを守り、敵を攻撃する一切の準備と行動を組織する、戦闘的分子の軍事組織であり、日本における民兵である。日本共産党、 第5回全国協議会。我々は武装の準備と行動を開始しなければならない。1951年10月16から17日。1951年10月のガリバン。新しいビタミン療法では、第1次世界大戦でドイツ軍が化学兵器として使用した毒ガスの収穫キシロールの製法が紹介され、また同パンフレット栄養分析表では次元爆弾。 ラムネ弾、火炎瓶、タイヤパンク機、側年紙の製造法、入手方法などが書かれた。また、同時期の理化学辞典と題された書物では、細涙弾、火炎弾、黒色火薬、塩素酸、仮爆薬、ピクリン酸爆薬、雷光などの製造法が紹介された。細胞を参照当時、共産党は、細胞と呼ばれる基礎組織を日本全国の学校や、 党員の職場などで結成していたが、元東京都学連執行部の森田実によれば、東京大学教養学部細胞指導部も、中核自衛隊、山村工作隊へのスカウトを行っていた。岩の坂交番襲撃事件、新宿駅事件これらの、軍事方針が実行に移されるようになるのは1952年に、入ってからで、1952年1月白鳥事件、大梅事件、 小郷内村山村工作隊事件と、大小無数の武装衝突事件が起こった。東京の命令事件、東京新宿駅前、板橋岩の坂交番所などでの火炎瓶相乗事件、大阪の水田事件、7月7日名古屋の大須事件といった街頭衝突で、デモ隊は盛んに火炎瓶を投げて武装警官へのテロを行った。中核自衛隊は、陽動目的で作られた組織とされる。 1952年2月1日、中核自衛隊の組織と戦術が、旧根栽培法第2巻第27号に掲載。1952年5月1日に、皇居外苑で起こった地の命令事件を背景に1952年7月21日に、破壊活動防止法が制定施行された。1950年分裂と、 極左冒険主義を自己批判した1955年7月の第6回全国協議会で非合法組織が解散。後1958年7月の第7回大会で51年綱領も廃止される。1952年春から夏にかけて、破壊活動防止法案反対の大衆運動が激しく展開。この運動の最中、火炎瓶が投げられ、地下組織が起こした事件とされる。 森田実によれば、1957年以後、共産党中央本部と対決し、学生運動を共産党の影響下から離脱させる方向へ、動いたのは森田が、フルシチョフのスターリン批判を知り、共産主義を人道主義から批判したからであるという。森田は1958年、日本共産党中央によって、除名処分された。さらに除名後森田は、 日本共産党に批判的な学生活動家、島修雄に協力して共産主義者同盟を結成したが、その後離脱した。結宇景は、この軍事方針が現実の海運便闘争として実行に移されるのは52年1月の白鳥事件から8月の横川事件までです。わずか半年余りだった。やがて中核自衛隊は各地で孤立する。 多くの隊員が空役わずで栄養失調から結核になったりノイローゼになったりする状態では相当数の隊員が自然消滅したのは当然ですね。と述べている。独立遊撃隊とは異なり補給は地区に依存していた。小河内山村工作隊のメンバーであった甲府宮城は中核自衛隊についてどうも本気に武装闘争をしていたとは考えられないと述べている。 ありがとうございます。